こんにちは、スペインでサッカー選手してます石田仁です。ですね、マドリーのオドンネルっていうところにいます。だいたいちょっとおしゃれな街っていう感じかな。で、まあ、これから、カンタブリアの方には、戻ります。カンタブリア、今日は、午後から、練習がある感じです。で、まあ、この月曜日火曜日とね、まあ、日曜日試合勝ったことで、チームは練習ありませんでしたし、まあ、彼女に会うためにもそうですし、ビザのね、ところで、まあ、ニエっていう、ムースの名所ですか、それを取りに行かなきゃいけなかったので、それも含めて、マドリードの方には、来ました。非常に僕的にはね、充実した一日が、過ごせたなという感じです。2日間ね、非常に僕的には有意義な時間でした。まあ、なかなかね、こう遠くに住んでて、ニオフとかの時しかね、やっぱこうやって会えないから、まあできるだけそうやってお互いにこうコミュニケーション取りながら来れる時にはね、お互いに行ってという感じには、してます。日本に、6月から、7月まで帰りますと。で、6月中旬から7月中旬までなんですけど帰りますと。でそこで、まあ東京都と大阪に、旅行行くよと。でプラスで箱根にも、旅行には行きたいかなと思ってます。でそれの箱根のねホテルが、昨日決めました。めちゃめちゃ僕的にはもう最初から推してたところで、で消去法で、まあ、値段のところと相談して、こんだけの値段するよとか、こういう感じだよとか中身見て消去法でどん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 決めていって、じゃあここだねっていう感じになった感じで、僕的にはもう最初からここがいいって言って見てて、まあ、そこに僕決まったので僕的には良かったです。めちゃめちゃ綺麗だし、見てるとご飯もすごく美味しそうだし、まあ、箱根はもう温泉じゃない、言うたら温泉どれだけリラックスできるかだと思うからまあそんな感じでリラックスできたらなと思います。めちゃめちゃ楽しみだね。まあ本当に少しずつこうやって、日本でのね活動というかやっていくこともねこう決まってってるので、そこでこうまあ少しずつね予定も埋めながらね、過ごしていけたらなと思います。残りね大きなところで旅行っていうところに、まあ、どっか出かけるってことに関してはね、大阪と、京都で箱根で、あとはもう一個家族でね多分どっか行くんじゃないかなと思うので、それがもう一個ある感じかな。まあ十分だよね1ヶ月相当ワクワクするような時間が送れるんじゃないかなと思うし、またね仕事のとこでもね、しっかりとセルナのところとね、スプレンドのバールシューレンのところもねやっていけたらなと思ってるし、まあしっかりと僕自身もね働いて、仲間にね貢献していけたらなとは思ってます。ユーロカップの方もね開催しますし、まあ、昨日ね、丸山さんの本場所の丸山さんの方にはお話しさせていきましたけど、そういう感じでまあ少しずつね進めていけたらなと思ってます。まあそんな感じで、今日の一言日記にしたいと思います。これから、カンタブリア帰ってね、しっかりトレーニングして、いい週末迎えれるように頑張っていきたいと思います。ではまた。こんにちは、セレナアカデミー代表の石田仁です。スペイン、カンタブリア地方で、プロサッカー選手として活動しております。このセレナアカデミーは町田発、本物を手に入れるためのサッカースクールです。選手のやる気スイッチオン保証します。スペインで現役プロサッカー選手の僕が直接指導します。ヨーロッパの本場でプレーするからこそ分かるノウハウを全力で伝えていきます。グランドトレーニングとオンライントレーニング、グランドでやったものをオンライントレーニングで振り返る最高の環境を整備してます。会場はデルビアブスタルパーク、お待ちしてます。